リノベーションマンションブリリア小日向のご紹介をいたします。こちらは約 26.3 畳のリビングダイニングになります。一部壁面に調湿、匂い吸着力に優れたエコカラットタイルを採用し、ダウンライトと組み合わせシックな雰囲気を演出しました。ワイドスパンハイサッシ2面採光となっていますので、明るく開放的なお部屋となっております。続きましてキッチンになります。キッチンは独立型となっているため、来客時でもゆっくりお料理をすることができます。またカップボードがついていますので収納力も豊富です。浄水カートリッジ付き水洗、食洗機が標準装備されております。またキッチンは 2way タイプとなっていますので、家事動線に優れております。こちらは約 7.5 畳の洋室になります。こちらの洋室にも機能性とデザイン性に優れたエコカラットタイルを採用しております。またこちらの洋室にはシステム収納がついております。続きまして洗面室になります。洗面台は3面鏡、その横は2面収納となっており、収納力に優れております。また背面は洗濯機置き場となっております。横は可動棚、上部には釣り戸棚を設けておりますので、洗剤やタオルなどを収納するのに便利になっております。こちらは浴室になります。追い出し機能付きとなっております。また窓があるので明るく換気にも優れております。浴室乾燥がついていますので、雨の日でも洗濯物を干すことが可能です。こちらは約 10.6 畳の洋室になります。天井と一部壁面にアクセントクロス、そしてエコカラットを組み合わせ、落ち着いた雰囲気に仕上げております。またこちらの洋室にはウォークインクローゼットがあります。ウォークインクローゼット内も調湿機能に優れたエコカラットを採用しております。こちらは約 6.3 畳の洋室になります。一部壁面にアクセントクロス、エコカラット、そしてダウンライトを組み合わせ、印象的な空間に仕上げております。こちらの洋室にもウォークインクローゼットがあります。こちらはトイレになります。トイレは節水型のタンクレストイレを採用しました。また手洗いカウンターにはモザイクタイルと間接照明を組み合わせ、印象的な空間に仕上げております。こちらが玄関になります。収納が豊富なので、靴やかさばる小物などをたっぷり収納することが可能です。また下足の上にはエコカラットタイルを貼り分け、ダウンライトと組み合わせ、陰影の美しい印象的な空間に仕上げております。また土間と廊下はフラットなタイル張りとなっております。以上でリノベーションマンションブリリア小日向のご紹介を終わります。